エヴァンゲリオンの人気は多くのファンから高く評価され、今やその人気はパチンコ業界にも広がりを見せています。そこで今回はエヴァを題材にした新題 CR エヴァンゲリオン7の期待度について検証してみました。まずこの新題に関心を持つ方が一番気になるのは遊戯内容ですよね。この新題は大当たり中の激ムズ7を目指すタイプになっており、期待値が高めに設定されています。またエヴァンゲリオンのファンならではの演出もたくさんあり、期待度はかなり高いと言えるでしょう。さらにこの新台は景品性能も高く、人気アニメグッズなどが当たる抽選会もあります。そのため多くのファンからの期待も高まっています。ですが期待度が高いからといって必ずしも勝ちやすいとは限りません。運が悪ければ何回も大当たりを外してしまうこともあります。また興奮や期待感からついつい多くのお金を使ってしまうこともあるため、自分の予算を決めてプレイすることが大切です。ちなみに筆者はこの新台で1万円をほぼ使い切り、大当たりは1回だけという結果でした。しかもその1回の大当たりでは惜しいところで激ムズ7を外してしまいました。それでも他のファンからの評価は高いため、自分の運が良ければ大当たりに恵まれるかもしれません。結論としてこの新台は期待度が高く、ファンにとってはかなりおすすめの機種だと言えます。ですが勝敗は運次第なので、自分のやり方やプレイスタイルに合わせて楽しむようにしましょう。以上、CR エヴァンゲリオン7の期待度についてでした。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。